東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。3時から5時エネルギーどこに集中するかというと、これは肺の経絡に集中します。肺の役割っていうのはまず全ての経絡とつながっている。1時から3時の間に肝のシステムの中でデトックスされてきれいになった血液、肺のシステムを通して全身の隅々のところにもう一回送っていくのは、これは3時から5時の時間帯です。この時間帯熟睡できない人、3時から5時の間に目が覚めたりするっていう人がもしいるでしたら、あ、これはまず肺の機能が低下しているということ、あるいは肺の病気ということをまず疑う必要があります。特に喘息とか肺の病気の人っていうのは夜中3時から5時って症状一番ひどいと言われてます。まあ私医者ではないんですけども、そういうお医者さんとか看護師さんの話を聞くと、例えば肺の病気、喘息を持ちの方、夜中3時から5時に一番発症しやすい、一番症状がひどくなる。それはなぜかというと肺の気が病んでるわけです。だからその時間内になってくると正常に働かないですから症状としては出てきます。あと肺の機能をもうちょっと詳しくお話しますと、肺というのは皆さん呼吸している肺だけと思い浮かべますけれども、呼吸する肺というのはあくまでも肺のシステムの中の一部だけです。肺の本来の機能っては何ですかというと、全身の気の流れを司る役割をします。東洋医学でいうと肺の役割は天膜という役割。天膜で何ですかというと、天っては簡単に言うと地球を取り巻くこの大気層ということを考えた方がいいです。大気層ってどんな役割をしているかというと、まず大気層があるために太陽の熱そのまま地表に到達するわけではなくて、一旦カットされます。カットされて生物にとって生きやすい温度になって地上に到達します。だからもし大気層が存在しなくなると、太陽の熱いきなり地球に来るわけですから、みんな火傷死んでしまいます。だから地球上に命いなくなります。これは大気層の一つの役割です。あともう一つの役割なんですけども、地球上に水があります。この水っていうのは常に循環する必要があります。地球上の水どうやって循環しているかというと、例えば一番水多いところはこれは海の中です。海の中の水っていうのはまず太陽の熱を吸収して、その熱吸収して水水蒸気になっていきます。で水蒸気になって上に上がってきて大気層にぶつかっていくと温度下がっていきます。そうするとバラバラになっている水の分子くっついてしまって水滴になります。最初雲の状態集まっていきます。でさらにその水滴大きくなっていくと落ちてきます。落ちてきてこれは雨になったり雪になったりします。で雨雪地上に落ちてきたら、で今度川になったり地下水になったり、あるいは氷河になったりします。でこの地下水我々は直接使ったり、あるいは雨水そのまま使ったりする。でこの水ちゃんと液体状の水熱吸収して水蒸気になって、もし大気層がないだとしたらもうこの水そのまま飛んでしまいます。宇宙の中に入ってしまいます。そうすると地球上の水あっという間になくなります。でも大気層があるおかげで水蒸気上に上がってきてそのまま逃げるではなくて、もう集まって再び水滴になって落ちてくる。でこれで地球上の水の循環成り立つわけです。でこの水の循環成り立って初めて命を育むことができます。肺の役割って息の循環、熱の循環、この水の循環を全体的に司るのはこの肺の一番の役割です。肺っていうのはただ呼吸しているこの2つの肺だけではなくて、全身の皮膚も肺の一部です。あと皮膚の表面の気もこの肺の機能の一部です。皮膚の役割ってまず保温という役割あります。外の邪気をダイレクトで臓器に到達しないために体を守るという役割、この皮膚の表面の気もそうです。その邪気をいきなり体に入ってくるじゃなくて、外の冷たい気、熱い気から体を守るためにこれ存在します。あと皮膚の役割では体の中の水分を守るためにもあります。その水分をちゃんと保って外に出さないために
体をガードするためにもあります。だから全身の皮膚っていうのは肺の機能の一部です。だから肺の機能弱い人っていうのは皮膚も弱いです。皮膚はすごく敏感だったり、あるいは皮膚の上にアトピーになったりとか、そういった症状がよく出たりします。痒くなったりするとか、これも全部肺の機能低下ということを意味します。あとは肺っては全身の気を司るってもう一つの側面なんですけれども、で皆さん呼吸しますね。呼吸して肺の周りの筋肉を動かします。特に横隔膜大きく上下します。この横隔膜大きく上下するということ、これも肺の機能の一部です。横隔膜の上に心臓があります。心臓っていうのは24時間動いてます。で、24時間動いて、車のエンジンみたいに熱たくさん作られます。この作った熱、この呼吸するたびに横隔膜上下します。で、横隔膜上下して、心臓で作った熱を下の方にどんどん送っていきます。下の方に送っていって、この熱使って、消化吸収という作用をします。皆さん食べ物を食べて水を飲んで、その食べ物水横隔膜の下の胃の中に入ります。胃の中で加熱してドロドロにして、腸の中に入って、腸の中で加熱して中の栄養素を取り出して、ちゃんとアミノ酸まで分解して、でまたそのアミノ酸を再合成したりする。この物理的な作業とか科学的な作業というのは全部熱が必要とします。でこの熱どこから来るかというと心臓から来ます。で心臓の熱をどうやって下に送っているかというと、この横隔膜を上下することによって経絡通って心臓の熱下の方に入っていきます。呼吸するということというのは単なる酸素を取り入れるだけじゃないです。西洋医学の場合はそこまでしか認識できてないんですけども、呼吸のもう一つの役割ではこの熱の循環です。血液の循環させるというのは大事な役割します。吸うときに体膨張していきます。で吐くときに体縮んでいきます。膨張して縮むというのは全身の気、血液、水を循環させるための一つ大きな原動力です。だから全身の血液循環させるというのは心臓の働きを良くしないといけないというふうに一般的に言われてますけれども、心臓よりもっと大事なのは呼吸です。呼吸浅い人、血液循環も悪いんです。そうすると冷え性にもなりますし、多くの人はむくみもなります。要は水の循環あまり良くないです。これ基本的に肺の機能弱くなっているということを意味します。で話は戻りますけれども、夜中3時から5時の間で肺の経絡にエネルギー集中して、で噛んで、デトックスして作った新しい血液を全身回っていくのはこの時間帯の働きです。ですから肺の病気ある場合、この時間帯になると熟睡できなくなりますし、肺の病気を治療します。で治療してこの時間帯もともと熟睡できなかったんですけども、ちゃんと熟睡できるようになった、これはイコール治療の効果が出てきているということです。逆に治療してこの時間帯症状さらにひどくなっているということは、この治療悪化させるということを意味します。東洋医学の特徴っていうのはこの気のレベルを見るというわけですから、病気病気気の病ですから、気の病のある場合は必ず気の変化を見ると。気の変化っていうのはこれいわゆる気象です。気象庁って大気の象を見るんだけど、人間の気の象もいろいろあります。これ東洋医学は膀胱門節四神法全体的に見たり、話を聞いたり、匂いを嗅いたり、音を聞いたり、脈を見たり、これ全部気の状態を把握するための手段です。肺っていうのは全身の皮膚と皮膚の表面を産毛っていうのは肺の機能の一部です。皮膚を強く刺激したりするっていうのはイコール肺を痛めるということになります。本当皮膚の表面を軽くさするだけ、触らなくても皮膚の表面さささってやるだけでも気が動きます。肺では全身の気を司るということです。だから全身の気を動かしたりしたら皮膚の表面ささって軽くやるだけでも動きます。逆に皮膚を強く押したり刺激したりすると肺の気を痛めるということになります。長期間ずっと繰り返して強く皮膚を刺激したりすると肺の機能をどんどん低下してしまうという恐れがあります。肺が弱い人は
自分の皮膚の表面を強く起こしたりするということをなるべく避けた方がいいですし、普段でも赤すり毎日やったりするというのは、これはあんまりいいことではないです。で、あるいはマッサージもそうです。強くグイグイ押したりするというのもしょっちゅうやったりすると、肺の機能を低下します。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。